チシマアマナはユリカチシマアマナ族の多年草。別名チシマ草。地下にある臨径は細長く長さ4から7センチメートルになり、海国色の繊維に包まれる。根室用は普通2個で、形は線形で長さ7から20センチメートル、幅1ミリメートルになり、横断面は半円形になる。溶液から家を出し、高さ7から15センチメートルになり、 二から四個の形容がまばらに互生する。形容は線形、または線状皮心型で、長さ0.5から3.5センチメートル、幅1から2ミリメートルになり、基部は茎を抱き、上部につくものほど小さくなる。花器は六から八月で、花形の先に普通一個の白色の花をつけ、花は計1.5センチメートルの交渉形となる。花皮片は六個で、 狭い長大円型で、長さ10から15ミリメートルになり、内側の基部近くに、木赤色の船体がある。湯水は6個あり、火皮片のほぼ半分の長さとなる。脂肪は、大円体で、火中は、脂肪より短い。果実は、果てで、三量がある広い大円体になり、長さは7ミリメートルになり、熟すと、劣化する。種子は、長さ3ミリメートルになり三両がある。 日本国内では、北海道、本州中部地方以北に分布し、鉱山帯の乾いた草地、岩歴地に生育する。国外では、千島列島、樺太、朝鮮半島、中国大陸、ヒマラヤ、コーカサス、北、アメリカ、ヨーロッパなど、北半球の艦隊に広く分布する。和名、千島アマナは、千島艦斎の意で、アマナ、アマナへデュレスに似た植物であり、最初に、 千島列島のウルップ島で採集されたことによる、ありがとうございます。